回復期のリハビリの総括ということで、まあ、最初本格的にリハビリを始めたのが地元の病院、これは家族の看病の負担軽減のために緊急入院した大阪の病院から転院していきました。そちらで本格的に始めたんですけども、PT、OT いずれもかなり進展して成果が見られたという話をしています。でこれによって何が良かったかっていうと、当然できることが増えてきた。で未来に将来に対して希望が芽生えてくる部分っていうのも当然ありました。で障害を負った当初っていうのは私はちょっと面倒くさいなと、面倒なことになったなというふうな感じで、人よりは結構冷めた受け止めはしたんですけども、人よりはというのは正確ではないです。自分としては冷めた受け止め方をしたと思っていますが、それでもやはり将来に対する不安が全くなかったかというと、そんなことはなくて、これからちょっとどうなるんやろうというような不安も当然ありました。で、その不安ですね。あるいは失われた身体機能に対して喪失感というものも覚えましたので、単純に好きなスポーツとかできなくなるわけですから、そこに対する虚しさというのは当然あります。でリハビリによって一気にそれを取り戻すことっていうのはできないんですけども、ちょっとずつでもできるようになっているという感覚はやはり自分に対してかつての自分そのものではなくても、やればできるんだっていうような自信ですね。これを取り戻すことにつながった。で、これは非常に精神面に好影響を与えました。で、これが好影響を与えたんですけども、私は若かったですから、ちょっと無茶と言いますか、暴挙と言いますか、リハビリにおいてそれが若返りの至りで出てしまって、当時装具をつけて歩行訓練を行わないと、非常に歩行の安定性というものが、今も装具をつけてないと危ないですけども、ないにもかかわらず、もうこんな装具なんてできたら外したいから、ちょっと外させてくれというようなことで、理学療法士の先生にお願いして、ちょっと試してやらせてもらう。もうその時はもうリハビリの先生はもう慌てて、こんなん無理やろ、みたいな感じで、諭される感じでしたけども、そういうようなことをやったりもしました。